皆さんお元気ですか。かかじです。今日はこちらね、爬虫類用の90センチケージだね。これはね、今ベランダで飼育しているフィルビートゲオアガマのアイちゃんと、あとはホシガメのカラシさんの冬場のケージだね。もうね、この前台風が通り過ぎてから一気に気温が下がってきたので、あとね、最近曇りとか雨が続くんで、そろそろアイちゃんがね、色が黒ずんできたんだな。だからこちらをセッティングして、いよいよ表から屋内へ引っ越しだね。あとは表の金網ケージはね、日中気温が上がってカンカンに晴れた日だけ使うって感じかな。はい、ってことで、もうすでにね、照明の点灯テストをしております。こっちはジェックスさんのエギゾテラのライトだね。 UV 出てます。そしてこちらがメタルハライドランプ。なかなかお高いやつだね。この2大体制でしっかりと紫外線とね、熱を加えようというね、ことです。私のところはもう何年もね、ずっとこのスタイルでやってきてるんだな。はい、あとはここにね、このケージはケースバイケースの90センチ、90-45かな、それの専用のね、パネルヒーターがあるんだな。あったかい、ちゃんと動いてるね。はい、で床材はというとね、いろいろとまあ手抜き飼育ってことで、猫砂とかを使ったりもしたりとかね、ペットシートにしたりとかもしてたんだけど、今回は、はい、こちら、はい、ハスクチップね、5リッターじゃ足んないんで4袋とりあえず買ったんだけど、3袋分ぐらいで済みそうかな。たまにはね、爬虫類飼育って感じの床材にしてみようと思ったのさ。はい、それではこれを開けてきますよ。はい、じゃーん、ハサミ、じゃーんなんて言うほどじゃないけどね。はい、ハサミで袋を開けてきます。よ、はい、はい、ザザザザザザ、まあ簡単だね。この辺は、お、結構入ってるね。2袋ぐらいでいけるかな。ちょ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 、おいおい、あ、いいね、2袋ぐらいでちょうどいいわ。4袋買ってるから2回分使えるね。はい、もう1袋、直近な直近な、はい、直近な直近な、はい、ザザザッと、えいさ、はーい、あ、いいね、2袋10リットルでちょうどかな。90センチ45センチのケージにはハスクチップが10リットルでぴったりって感じだね。
はい、はいはい、いいね、はいはい、こんな感じで10リットルぴったりね、いいね、 OK OK。 ここに今表の金網ケージに入ってるシェルターを移して、あとは生体を移したら OK なんだけど、今これ入り口がガラス外しててね、これをつけないといけねえんだけど、向きどっちだ、これ向き、向きこうかな、こうか、こうだな。ってことはこの鍵がついてんのが奥だな、奥、オッケー。で反対側もオッケー、サクッと完成ですな。さあ、じゃあシェルターとかもろもろ移そうかね、もうね、早速ね、いや、ああ取ってきたよ。まずはシェルター、よいしょ、こんな感じかな、 OK、 はい、シェルターもう一個、よいしょ。さあ、アイちゃんです。ほらもう寒いから、寒いは紫外線弱いわで黒っぽくなっちゃった。さあお入り、あったかいね。そっか、ここか、あ、ごめんごめんごめん、ちょ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 、このほら当たる感じで、よいしょ、はい、からしさん、からしさん、よいしょよいしょ、はい、からしさん。それからシェルター類や、これね、温まるための、もうちょっとこっち、アイちゃんごめんね、アイちゃんごめんね、あったかかろうね、よいしょ、これがねかなり温度が上がるんだな、近すぎるかな、まあでも大丈夫か。ちょっとねこの辺は位置、こうね照明との距離とかはこれで後で温度を測って、程よい感じ、60度ぐらいのところを作るとバッチリかなって思います。もうねこうしといてもね、特にこの星亀のからしさんがえいやってね、あの配置をすぐにぶち壊しちゃうからね、まあ適当でいいのよ、本当に本当ね、一晩経ったら全然違う位置になってたりするんだから、とりあえずこれで、ちょっとね最近肌寒いかった2人はまたぬくぬくとねいられるということで、はあ、なんとか冬場用の引っ越し完了。ほら愛ちゃんが早速上がってきた、ね、寒かったんだな、ベランダ開きっぱなしだったから閉めてきました。メートル、アイちゃんがもうこう一番照明に近いところにあっという間にやってきました。手ぐらいやっぱ外もう寒かったんだね、ごめんねごめんね。あ、もうちょっとね天気予報の週間天気とかをよく見て、もうちょっと温度が高いタイミングで屋内に移した方が良かったね。あ、今ちょうど脱皮中なんで、このまま多分外に放置しちゃうと脱皮不全とかも起こしちゃうからね、ギリギリのタイミングだったわ、危ない危ない。はい、ぬくぬくとね温まり、からしさんはどう、からしさんは、はい、こんな感じでいいね。ハスクチップだと爬虫類飼ってますって感じになるね。ツーショット、ツーショット収まってますな、ペロペロしてる、ペロペロ、何
匂いを嗅いでるのかな。ああよかったよかった、もうちょっと表でいけるかなって思ったんだけど、本当にね昨日と今日が温度差7度も一気に下がるっていう日だったんで、慌ててこっちをねセッティングせねばっつってセッティングしました。だからやっぱりここ数日ね表で餌を与えても食べる量が一気に減ってたね。やっぱり代謝が落ちて食欲がなくなってたんだね。とりあえず温まっておくれ。しばらくねこれぐらい近い方がいいね、多分いいね、うん、これで愛ちゃんがあちちってなったら自分で勝手に涼しいとこ移動すからさ。はい、ということで本日はうちの草食の子たち星亀のからしさんとフィルビートゲオアガマの愛ちゃんの屋内ケージへの引っ越しセッティングでした。まあこんだけ簡単にできるからね、器具さえ持ってればセッティングは簡単だね。はい、えいシークンド極めましょうね。うーんさようなら、お元気で。これもうちょっとして彼らが温まったらご飯をあげようと思います。はい、レンズ豆、レンズ豆食べる？あ、早速食べる。いいねいいね、お腹空いてたね。いいよ、このレンズ豆にいろいろミックスしたパウダーを振りかけて栄養をね頼らせないように取ってもらってますよ。お、もう食べたくてしゃあない。バランス悪いね、ここね。はい、食べ。ガンガン食ってますな。愛ちゃん、そう乗っかるとひっくり返らんのか。振り返るんじゃないか。降りたね。よいしょ。レンズ豆もおろそう。あんた何食べてんの？愛ちゃん、あんたそれハスクチップやで。二人とも活発になったね。やっぱり寒かったんだな。からしさん、これ食べる？ヤブカラシっていう野草なんだけど、食べる？食べない？
チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここです。よろしくです。